今まで随分と調子乗ってくれたじゃないか。今日がてめえの最後だぜ。おら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 、連続弱したキック、俺が発見した雨技だ。おらおらおら、やれやれ、分かってないな。雨技というのはこういうものを言うんだよ。もう一回だ。K.O. K.O. 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 うさうさぴょんぴょん。クソゲー、クソゲーだぜ。もなんだこれ。ああ、最近何人かのヒーローに支給されたんだ。まだ試作段階らしいけど、応援要請と位置情報が届く専用端末だって。俺もらってないけど。え？ああ、埼玉市はそういうボタン操作とか苦手だと思われてるんじゃないかな。は？もう一回だ。次はもっと早い連続弱キックで絶対に勝つ。怪人協会からメッセージが届きました。怪人協会からメッセージが届きました。何かに規制されている。本部常駐のヒーローを呼べ。もしもし、こちら西1号館2階第7階です。撃つか。撃て撃て。待て、メッセージを聞くんだ。ヒーロー協会本部の皆さん、はじめまして。私は怪人協会参謀役のギョロギョロと申します。そちらの最高幹部の息子さんは我々が預かっています。何が望みだ。要求はただ一つ。怪人だからといって弾圧されるのはもうこりごりなので、これからは我々に構わないでいただきたい。今は Z 市にある廃墟地帯に隠れて、怪人同士助け合い細々と暮らしています。外の世界で自由に生きたいなどという贅沢は求めません。一般人を襲うようなことはもうしません。人間の生活圏に踏み入ることも。ただその代わりに我々にも安住の地を確保させていただきたいのです。我々の願いは人間と怪人の共生社会の実現なのです。ではなぜ暴れる必要があった。こちらの戦力をお見せすることで、この提案があなた方にもメリットがあるものだと理解していただきたかったのです。お互いこれ以上の消耗は避けたいはず。休戦協定の申し入れか。おおむね予想通りだな。分かった。今後怪人協会には手を出さないことをこの場で約束しよう。ん？そちらも直ちに人質を解放しろ。怪人ども、せいぜい束の間の安心を満喫しておけ。これ以上勢力を伸ばす前に一斉に駆除して。あ、手が滑った。こらこら、まだ交渉中だぞ、デストロクロリディウム。いかんいかん、我慢我慢。殺しやがった。 お前ら本当に交渉する気はあるのか。大人をおちょくるのは楽しいですね。人間と怪人の共生、我ながら傑作のギャグだ。こんな要求を鵜呑みにするなんて予想以上のバカだな。人質をどうするつもりだ。まさか。まだ生きてるよ。人質を取った理由は、臆病なお前たちを逃がさないためだ。3日間だけ猶予を与える。その間にヒーロー協会の最高戦力を集めてガキを救出しに来い。オロチ様率いる怪人協会の面々でお待ちしております。破裂した。まだ1匹残ってるぞ。ヒーローはまだか。話は終わったか。じゃあもう暴れてもいいな。うわっ。ん？今のが緊急事態かな。おお、黒光君、君に本部の警護を頼んでおいてよかった。いや、まだだ。そいつは規制型本体が出るぞ。気づくのが遅い。 S 級の肉体いただきます。
この鋼鉄並みの高度を誇る俺の触覚ドリルが。バカな、これ生身だよな。何を言ってるんだか。鉄が鍛えられた生身にかなうわけがないだろう。ん？怪人協会はよほど自信があるようだが、どうすれば。どうするも何も、人質の救出は最初から決まってたことだろう。罠だと分かってて S 級ヒーローを向かわせていいのか。これはまずいな。ヒーロー協会の幹部ともあろう者たちが怪人にうろたえている。ここは一つおほん注目。うん、どうだ。何がかね、黒光くん。俺の筋肉を見て少しは落ち着いたか。いや、うん、自信があるのはこちらも同じだろう。ついに俺が輝く時が来たようだな。心配なのは敵側の方だ。せめて全力をぶつけられる相手であってくれ。来るかな、ヒーローども。今日で分かっただろ、俺たちの方が強えよ。人質を餌にしなくても一気に攻め込めば終わりなんじゃねえの。慢心はいいが、勢いに任せた行動には必ず穴がある。ヒーロー協会にも化け物がいるのは確かだ。そういう奴を取り逃がすと後々面倒になる。だから一箇所に集め、総力を上げ叩き潰す。人質はそのための駒だ。その後視力を失ったヒーロー協会を一人残らず撲滅。抵抗力を失った人類文明は我々の侵攻に対しなすすべもなく滅亡するだろう。そしてオロチ様が王となり、怪人主体の新世界が形成されるのだ。どうした、喝采がないな。オロチ様の舌につくのが不服か。俺たちはヒーロー協会潰すために集まっただけだろう。服従するなんて言ってね。はて、なぜ敗者がここにいる。何をする。いたのか、覚醒ゴキブリ。負けておめおめと逃げ帰ってきたか。待ってくれ、足を失っただけだ、まだ戦える。次こそは。おい、仲間なんだろ。おい、やだ、やめろ、やめてくれ、やめてください。やくっと。お前もだよ、ド S。 私はまだほとんど無傷だよ。負けたわけじゃないって。まあ、そいつの力は便利なので生かしておく価値はあるかもしれません。次はないぞ。しくし。文句のあるやつはことが済んでからオロチ様に挑むといい。万が一オロチ様に勝てたら晴れて新ボスの誕生だ。いいぜ。ところでギョロギョロ、豪傑の姿がないようだが。おや、そういえばまだ戻りませんね。様子を見に行くか。はあ、まさか豪傑が誰にやられた。やはり一筋縄ではいかないようだな。ここは俺は誰かにやられたのか。一旦アジトに帰らねえと。あれは間違いない、A 級ヒーローのデスガトリングだ。キングにやられたダメージが思った以上に大きい。体に限界が来てやがる。今日はもうおとなしく帰るか。これでよしと。どうじゃ、ジェノス、動作に問題はなさそうかの。はい、ありがとうございます、クセイの博士。急なお願いに。1秒でも早く前線に復帰したいというお主たっての要望じゃからな。変化はシンプルじゃが、今回のバージョンアップでお主は確実に強くなったはずじゃ。はい、もう負けません。気負わんでもええ。クモクモ、レッツ